おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今回はね、何やっていくかと言いますと、いきましょう、引いていきましょう、メッシュガチャ。いやー今ね、デブライネだけ今20連してデブライネだけ取れているので、この調子でね、マジでメッシが欲しい。マジでメッシ、もう狙うはね、メッシだけ。変な話、あと欲しいのメッシだけなんですよね。オバメもすごく欲しいんですけど、とりあえずはメッシだね、もう本当に。さあ行きましょう、サーシャルキッチ。いやー新年ガチャもあるんでね、なかなかここで消費しきっちゃいたくないよね。いや緊張するね。これ一応30連目なので、またね、あの獲得枠、特別獲得枠があるので、一応ねデブライネ特別獲得枠で出てきてくれたので、ちょっとね、特別獲得枠期待してやっていきたいかなと思います。メッシで、メッシ、オバメ、あとオブラクかな。オブラクはいい、あでもまあそうだね、オブラクもまあ欲しいね。メッシ、デブライネ、オブラク。さあホセホレバス。今日はね、実は皆さんクリスマスなので、あのクリスマスイブ、わかんない、ちょっと私陰キャなのでわかんないんですけど、夜サンタさんが来る日なのでね、私にもちょっとサンタさん来ていただけたらなと思って、サンタさんがメッシを運んできてくれると思ってね、引いていきましょう。いや頼むぞ、マジで欲しい、メッシが欲しい。さあ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 来い。いや結構来る気しないな。イヴァン・サンティニ、クロアチア、センターフォワード。緊張しますね。皆さん出ました、メッシどうでしょうね。ツイッターとか見てるとね、結構メッシ一発目で来たみたいなね、10連したらメッシ来たみたいな人たくさんいて、いや羨ましいなと思いながら見てたんですけど、私も欲しいよ。さあヘセスコロナ、10連目でね、あのデブライネ出てきてくれて、使い果たしちゃったような気もするんだよな。さあウィル・ヒューズ、イングランドのセントラルディフェンスミッドフィルダー。まあいいかな。やばいマジで緊張する。あれこれ30連目だよね。そうだね、30連目だね。ブレリム・ジェマイリ、スイスの選手を育てようかな。ただメッシが欲しいんだよな。来い。これはあれだ、クリバリ。またただ特別獲得枠できたね。あれ特別獲得枠って1人確定？ 10% の時も来て 30% の時も来たんだけど、ただまあクリバリか。いやークリバリね、悪くはないんだけど、まあ、バッファロータックル、タフガイ、フィジカルスター、タフガイが強肩だったらよかったんですけどね。デフォルトのクリバリ、2017-18 シーズンのクリバリは強肩とフィジカルスターなので、絶対そっちの方が特徴いいんですよね。まあ出てきてくれただけマシと思うべきか。はい、マルキーナス欲しかったね、どうせならね。まあ行きましょう、40連目行きましょう。まあクリバリはいいです、置いときましょう、まあ、正直あんまりいらない。ティオゴマイヤ、言いにくいな。さあ緊張の40連目。40連って結構してますからね。もう1万 GB 使ってるんで、これで1回3600で4かけて、4624なんで、結構使ってるね。もうね、だいぶ使ってるね。1万5000近く使ってるのか、ルーカス・レイバー。さあ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 、まだ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 、一応獲得枠込みで、30連して2人、いいペースじゃないですか。ただ特別枠以外で1人も来てないので、それはそれでね、どうなんていう。特別枠以外で1人も来ないってなると、だいぶ確率あれだよね、低いよね。27連して0人ですから、ちょっと期待しちゃったね今。パワフルシュート、ポストプレイヤー。いやーメッシ欲しいね。デブライネもね、すっごくいい選手なんですけど、まあ、あの以前動画でお話しさせていただいた通りね、ボバンいるんだったら正直、まあ、いらないかなっていうところもあって、私はデブライネすごい好きなので、選手として好きなのでね、あの欲しかったんですけど、能力値的にはね、ボバンの方が個人的にはいいのかなと。攻撃のデブライネ、守備のボバンっていう感じの司令塔で使い分けるのかなって思うんですけど、オバメも欲しいんだよね。まあ無駄っているからっていうところもあるけど、それでもやっぱりちょっと今回のオバメはめちゃくちゃ強いので、オバメも欲しいね。あとはマルキーノス、オブラク。
いや星さんばっかりだな、クリスチャンクエバ持ってんだよな、たくさん持っててたくさん売ったんだよな。獲得枠以外で1人欲しいね。ダイナミックフィード特別獲得枠以外で1人欲しい。ガブリエル・パウリスタ、星4。これ次で最後だよ、次で10連目だよ。来い、いや分からん、まだあるよ。ちょっと口の中乾いてきた。あ、星さんね、知ってたレネクルヒン。いやちょ待って、でも結構さ、これあれじゃない、確率低くないっていうか悪くない。あ、まだあった、まだあったけどダメだった、あれ全然間違えてた、まだあったのか。結構確率低いよね。レアンドロパレデス、レアンドロパレデスからの、まだあるぞ。いやマジ緊張する、来い。星さん、え待って、40連して獲得枠以外の38枠でゼロ、マジか、結構ヘビーだね。38でゼロか、獲得枠出てればいいっちゃいいような気もするけど、まあ、ただ獲得枠以外でもちゃんと欲しいよね。さあ50連目いきましょう。テクニカルセーブ、高い実力のゴールキーパー、今日何連しようとりあえず30連で終わりにしよっかな、一回。したら50連でちょうど切りいいしね。ジョーハート、今ハートどこにいるんだっけ、どこだっけ。まあどこでもいい。うわー、このポストイットが3枚貼られるとね、付箋が3枚貼られると気になっちゃいますよね。ストラロ、これで50連でも特別獲得、一応ここも特別獲得枠あるので、一応10連目30連目でね来てくれてるということで、期待して獲得枠見ていきましょう。来い、ただ獲得枠以外で欲しいよね。今一応40連して獲得枠以外での獲得ないんで、結構渋いよ、40連して獲得枠以外でないって。やるない、結構渋くない、そうでもない、そうだよね、渋いよね。 5% だからね、言うても、まあ30連したら1人ぐらい来てくれていいんじゃないっていう状態で、40連して1人も来てないから、いやー頼む、ここで1人引いていきたい。獲得枠までに1人引いて、獲得枠でも1人引きたい。ジェフェルソン・レルマ、レルマね、レルマ結構好きな選手ですよ。スイーパーゴールキーパー、あーめっちゃ期待しちゃった、今オーバーラックかと思っちゃった。中央突破、誰だ、まあ、使わない気もする。ブラボね、ブラボは使わんな、ブラボは使わん。まだある、来い、あーまだあるよ、まだある、頼む。星4、サポナーラ、銀コインが増えていく。あーやばいね、マジでほんと獲得枠以外で来ない、獲得枠も来ないかもしれないけど、ベンエで頼む、来い、あーマジで来ない。いや大丈夫、まだあるよ、まだ、これ8か9だからね、これ8か9だから、来い、あ星4ただ多いね、もう飛ばしちゃったえ待って、来た、え、しかもまた獲得枠なんだけど、えマジ、あれ獲得枠って確定、ちょっと待って、しかもメッシ来たんだけど、やばいやばい、10%、30%、50% の獲得枠でそれぞれ全部来て、え 10%、30%、50% だっけ、そもそもスクショ取っとこう、全部来て、しかもデブライネ、メッシ、これは神引きでしょ、マジか。え獲得枠ってそんないいもんなん、そんな出るもんなん、やばい、えマジか。でも待って、獲得枠以外で1人も50連47回引いて、獲得枠以外で1人も来てないの、それはそれでどうかと思うけど、まあもういいや、どうでも、確率とかいい、もう確率通りになんて、こん、そんなもん、こん、こんから、そんな、よっしゃ、メッシ来ました、ありがとうございます、神の左足いただきました。いやー、よかった、メッシ出て、ってことでね、とりあえず今回、まあ、無事にね、無事にというか、まあ50連して、かなりの神引きでデブライネのメッシ揃ったのでね、ちょっと一回ここでステイしようかなと思います。まあ新年ガチャも来ますしね、まあ、ちょっと本当にあの特別獲得枠以外での獲得がないって、もうさっきからも口を酸っぱくしても何回言ってんのかってくらい言ってるので、まあ、そこで欲しかった気もしますけども、どこでもよくなったもん、そんなメッシとデブライネが50連で来てくれたらもうそれでいい。
減突するかどうかはちょっとまた置いておいて、多分しないかな。完突までは持っていけないので、デプライネだけでもするかわからない。多分しないかな。なんでね、またちょっと考えていきましょう。 SWCC ね、どのディビジョンで参加するかにもよりますし、とりあえずはもうね、もうメッシ来て満足ということで、今回ねこんな感じで終わりにさせていただきたいと思います。ちょっとね、獲得枠がマジで理解できないんだけど、まあありがとうございます。獲得枠ね、特別獲得枠もうやばい、もう何回獲得枠って言ってるのか分かんない、代名詞の親を殺された男です。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様のところにもね、サンタさんからいいプレゼントと届いていることを祈っております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。